3年通ったけれど、ここは常に身が引き締まる思いがするわ。初等部の頃は先生に何度も注意されたものよ。そのまま繰り上がってきた子たちと外部生ではやはり歩き方からして違うの。メローペなら心配いらないわ。彼女は賢い子よ。きちんと自分というものを理解しているわ。少なくとも明光学院の外部入試にパスした子だもの。学業面だけでなく素質ありと認められたから合格したの。ただ成績が良いだけでは明光の門をくぐることは許されないのですから。来年度もまた校舎が変わるけれど、名校の廊下を歩くことに変わりはない。何も変わらないのは理解できるのだけど。ダメね、気にしてしまって。卒業というのはセンチメンタルになるようだわ。あなたはそのままで、あなたがあなたでなくなる方が私は嫌だわ。少しだけ私に歩調を合わせて。そうよ。それはダメよ。今日は特別。普段こんな風に手をつないで歩いたら噂になってしまうもの。温かい飲み物を用意しますわね。バレンタインですわ。ホットチョコレートよ。牛乳にチョコレートを溶かし込んだ飲み物なの。これがバレンタイン第1弾よ。ずいぶん遅くなってしまったけれど、どうぞ飲んでみて。待って、トッピングを忘れていたわ。マシュマロよ。本来ならさらに加熱するものらしいけど、熱々のホットチョコレートで溶かしてね。オッ
キト君は甘いの平気よね。ホットチョコレートだけではバランス悪いわよね。ホイップクリームが合うわよ。試してみて。クリーム、口についてますわよ。取れましたわ。お礼を言うのはまだ早いわ。第一弾と言ったはずよ。いろいろなチョコレートを用意してまいりましたの。今日はチョコレート尽くしですわ。ガトーショコラにチョコクッキー、チョコレート味のアイスなども用意してきましたわ。さあ、お腹いっぱい召し上がってくださいね。ごめんなさい、調子に乗りすぎたかしら。チョコレートのかかったものならありますけど。私もですわ。もちろんよ。すべてあなたのために用意したものだから。違うのよ。無理なんて全然。
時が過ぎるのはあっという間ね。そろそろ出ないと。でもこれ以上ここを使用するわけには。いつものようにアキト君のお部屋では。そうなの。ならどうすればいいかしら。私の部屋に来てください。今日こそアキト君をご招待しますわ。お母様のお許しは得ていますもの。うちなら多少騒がしくしても問題ありませんし。遠慮なさらないで。今度はこちらが場所を提供する番ですわ。もしもし、お母様ですか？はい、織姫ですわ。デートは順調に進んでいます。でも、困ったことが起きてしまいまして。そうです、はい。彼を我が家に連れてきても構わないでしょうか？突然のことなのに、ありがとうございます。感謝いたしますわ。快諾していただきましたわ。うちの両親はそのようなこと気にしませんわ。きちんと許可は得ていますわよ。何か心当たりがありますの？これからどこに？とても気になりますわ。アキト君の考えがだいたい分かってきましたわ。
キト君、ここは本当に変わらないわね。伝説は再び現実になり、そして新たな歴史を紡いでいく。プレアディスの姉妹たちも年を経るごとに入れ替わっていくでしょう。でもいつまでも終わることなく続いてほしい。そんな願いは高望みかしら。キト君の手はあったかね。ちょっと待って、お返しに食べさせてあげるわ。どう？おいしい？二人一緒だと嬉しいわね。ねえ、どの星が見たい？アキト君と同じ星が見たいわ。お招きいただきありがとうございます。ようこそ明光学院天文部へ。改めて合格おめでとうございます。ありがとうございます。お行儀が良くなったわね。春に備えて練習しているのかしら。お母さんが厳しくって、もう。
のね。ちっとも嫌じゃないんだ。必要なことだって分かってるから、今は楽しくって。さすがは我々の自慢の妹だわ。褒めて褒めて。姫ちゃん撫でるの上手。メローペもずっと撫でていたくなる可憐さですわ。メローピと呼んではいけないのかしら。名校に入学したらそうなっちゃうね。ここはなんて言ったっけ。タイゲタです。名校学院はタイゲタの名を冠されていますので。じゃあタイゲタのコロナになっちゃうの。タイゲタでは嫌かしら。嫌いとかそういうんじゃなくてね、コロナはずっとメローペだと思ってたから。プレアデスの姉妹の名はもともと各学校に付随したものですから。アキニーの気持ちは嬉しいけど、コロナだっていつまでも子供じゃないから。春からはちゃんとタイゲタのコロナになるよ。偉いわね。将来頼もしいわ。名工学院を背負って立つ期待のスーパールーキーですから。お茶とお菓子をどうぞ。はい。吉岡も見ていないで食べなさい。さあさあ。ありがとうございます。空見くんもどうぞ。可愛い後輩の前で公私混同するわけにはいかないでしょう。むつら星の会では以前のようにソラミくんと呼びますので。普段はアキトくんと呼んでいるんですけどね。というわけではないけれど。姫ちゃんお願い。もうしょうがないわね。メローペは甘えん坊なんだから。あ、改めて呼ぶとなると照れるわね。では、呼ぶわよ。アキトくん。姫ちゃん、今のちょっとエッチーよ。何か変だったかしら。完全に恋人モード入ってましたよ。
でも、アキト君って呼ぶということは、つまり恋人に対する呼び方であるわけで。うんうん、さすがにコロナさんには刺激が強すぎます。もういい、お家帰る。だってしてもらいたい。では代わりに私が撫でてあげます。可愛い後輩ですからね。よしよし。ほのほのの甘やかしもなかなか。って呼ぶのは失礼だもんね。偉いですね、コロナさんは。私のことはこれまで通り姫ちゃんで構いませんわ。むしろそう呼んでください。本人がそう言っているんです。姫ちゃんを続けてあげてください。ところで、コロナさん、ご両親の許可は取れたのですか？コロナも卒業式終わった後だし、お母さんも行っていいって言ってくれたんだけど。何か問題でもあったの？しちゃっているの？めんどくせえって。しぶしぶですか。ジンノさんも来るといえば喜んで参加してくれると思ったのですが、どうしてそこでジンノさんの名前が出てくるのかしら。うちのお兄ちゃん、ナルちゃんのこと狙ってるみたいだから。狙ってる？草壁くんが？ご自分の恋路に夢中になるのは結構ですが、もう少し周りのことも見ていただかないと。初耳でしたわ。そんな事情があるのなら気を使ってしまいますわね。いいよ、お兄ちゃんのことは放っておけば。神野さんはしっかりしてますから大丈夫かと。わかったわ。そういうことなら私も気に留めないことにします。これでメローペも大手を振って合宿旅行に参加できますわね。うん、ようやく参加人数が確定できます。
本日はごちそうさまでした。そんな、一人でも大丈夫だよ。お願いできるかしら。あ、待ってください。コロナさんは私が送ります。ほのほのはどうしたの？コロナさんのお宅に行って保護者の方にご挨拶してきます。責任者の私が顔を見せて直接話をすればご両親の心配も軽減されると思いますので。なるほどね。いいところに気がついたわ。これでも神聖むつら星の2代目会長ですから。それでは行ってまいります。セラミ君、白鳥元会長をよろしく頼みます。それではさようなら。失礼いたします。そうね、秋人君もしっかりしていると思うけど、吉岡も頼もしくなったわ。ようやく間に合ったということかしらね。コロナさんという後輩もできることだし、私が心配することはもう何もないわ。釣れないわよ。もっと私に甘えてくれてもよかったのに。可愛くなんてないわ。コロナさんみたいな妹がよかった。可愛くないんだから。本当に。可愛くなかったらよかったのに。吉岡のバカ。織姫のたった一人の後輩なんだから。
バス停に着きましたわ。さやさんもご一緒です。偶然会いましたの。私も合宿参加するんだし、気にしないで。ソラミくん、リスト拝見しました。確認作業に入りますね。数はいくつあったかしら。前回の観測会のデータはありますが、備品の貸し出しをお願いしなかった学校もありますので。それってうちのことですか？そういう部はなかったような気がする。誰でもたしなむような一般的なものですのに。ですよね。ちょっと厳しすぎると思います。一通りチェックはできたようです。ここを片付けてから買い出しに行きましょう。わかったわ。食料はどうしますの？食料は現地でも用意できますので、今回はパスしてください。レアものですの。賞味期限切れかもしれませんよ。セーフですわ。
かしね。ありがとう、さやさん。いえいえ、このくらいお安いご用です。お湯があるのなら軽くお茶にしませんか。それなら沸かすお湯多くしますね。ご一緒します。吉岡はお茶を入れるつもりらしいけど、そもそもお茶はあるのかしら。カップは？なんだか官房会で寒空の下にいるみたいね。見てるつもりはないわ。こういうの楽しいと思って。合宿旅行でもこんな風に楽しくなるといいわね。ところで、アキト君、違うわよ。そのキスしたくなったのではなくて、キスは確かに好きだけど、これでも場所をわきまえるわ。二重スパイの件よ。何か新情報はないかしら。吉岡がコソコソしている気がするのよ。ただいま戻ります。行為は校舎を出てからお願いします。もしかして誤解されてます？では未遂でしたか。お邪魔して申し訳ありません。ハキト君、ひどいよ。密談をしていただけですわ。ソラミ君に大事な質問をしていたところなのです。信じてください。まさかティーバッグのほうじ茶しかないなんて。アキト君が引っ越してからそういうの減ったもんね。もういいでしょうか。まだですか。どちらがお好み？
まりどちらも楽しめると。慧眼だわ。あのガリレオ・ガリレイも真っ青な発想ね。すごいね、アキト君、革命博士だね。ご苦労様です。そうね、では早速。いただきますの前に、せっかくですから。カップ麺ナウチーズカレー味ですわ。そういえば前にもこんなことあったね。あれは夜でしたが。上品な食べ方。そうか、女子力の差だったんだ。さやさんも女子力高いと思いますよ。この人は割と残念な部分も多いですし。残念とは何ですか？残念とは。残念ポイントだと思いますよ。そうなの？そうです。そんなことないと思いますけど。可愛いですし。いいです、吉岡が分からなくても。空見くんが理解してくれるのなら私は気にしませんわ。ラブラブですね。ほんと、普段から見せつけられて困ってしまいます。固め、なかなかのものですわね。そろそろ麺も進化しているでしょうから、硬さの違いを確かめてみることにしますわ。さっきの投稿、反応がありませんね。あ、来ましたよ。俺のチーズカレー勝手に食わせるんじゃねえ。コロナちゃん？え、うちのお兄ちゃんが怒ってます。気にしないで全部食べちゃえ。どうしましょう。こういう場所は大抵の店が揃っていますからね。
のお店がほとんどだけどね。ショップはなかなかの品揃えですよ。天文関係のグッズはあるかしら。天体望遠鏡や双眼鏡などは家電量販店に置いてあると思いますが。気になりますわね。賛成。仕方ありませんね。いい買い物ができました。バスは明光学院から出発しますから、うちの部室に置いた方が都合がいいんです。うちの部にあるものもそちらに送った方がいいでしょうか。簡単に運べない大型の備品があれば出発時にバスでピックアップしますが。持ち運ぶのが大変なものに関しては事前にうちの部室まで運んでくださって構いません。よろしくお願いします。そのように全体に通達しておいた方が良さそうね。はい、今夜にでもグループトークで連絡しておきます。さて、これで本日すべきことは一通り済んだけれど、皆さんこの後時間あるかしら。これのあれですね。アキト君、恒例のあれって？このメンバーで来るのは初めてかもしれませんわね。我々とスラミ君では何度も来ていますから。その頻度ならそうだろうね。暗くなったら眠くなっちゃいそう。眠っても構いませんわよ。ゆったりと楽しめるのもプラネタリウムの魅力の一つですから。でも、いいのかな。いびきなんて書かないよ。
今回のプログラムは何かしら。今月になって新しいのに変わったはずよね。入るときに確認しなかったんですか？知らない方がより楽しめると思って。どうしたの？ただいまより冬季特別プログラム恋の神話のシンフォニーをお送りします。どうしたの、アキト君？会長、これ言わなくていいから黙って。すごく面白かったね。月浦美琴って昔の女優さんだよね。確か若い頃に電撃引退しちゃったとかで。していない。